まあでも重なることがね、これは一足なんで、そのままズバッと引くだけなんで。さっきと、まあ、ほぼ変わらないんですけど、水の代わりに染料になるっていう。このビロードのついてるとこ、はい、今言うとおり地入れの加減で、はい、このビロードに含んで、はい、ザーッと泣いてしまうんですね。だからそのフノリの加減で、はい、これは仲いいような濃度にするんです。ビロードのとこだけ分厚いでしょ。分厚い、ね、やっぱり乾き方が違うんで、ね、じわーっとにじんでくる、ね、そしたらぼやけちゃいますもんね。そうそこだけね。でそれがならないようにそのふのりの濃度で調整しなあかんので、だからあの地入れっていうのが大事なんです。まあ夏場とかやったらちょっと早めに、ね、だって乾いて、これも端から端まで同じ色で染めなあかんので、ね、やっぱり端と端がね合わんかったらダメなんで。そうなんですと思います。やっぱりほらその液の付け方に、そうそうなんです、ですよね。だってそれこそグラデーションみたいに出たらおかしいし、そう、ね、スムージーこれ難しいなと思って。そうなんです。意外とね、端と端が合わんようになるんで。でしょ、ここまで来たら最初となんか気持ち変わってたねえ、私もそう思います。だんだんこう腕力なくなって、そうそうそう、力加減とかが変わってきたら、そうちょっと分かんちゃうかな。これで染めて、で、なで返して、2回ほどなで返して、まあ、きれいにするというか。